か、アンチドーピングの問題、これが不正が一つ起こるだけでスポーツって汚いよねっていう目で見られてしまう。アンチドーピングについて学生たちに話すのは、アテネ北京オリンピック女子柔道の金メダリスト、谷本あゆみさん。先月特任教授に就任した名城大学薬学部で特別講義を行いました。谷本さんは、今アスリートに求められるのは、能力の高さだけではなく、薬物違反がないことが重要なことの一つだと説明。トップアスリートとして、サプリメントに含まれる成分にも気を配り続けた自身の経験も交え、相談に乗ってくれた専門知識を持つ薬剤師、スポーツファーマシストの必要性を伝えていました。知識はあるけれども、どうやって携わっていいのかわからないっていうのが薬剤師さん、またスポーツファーマシストさんの、悩みだと思うんですね。皆さんが今後こう活動できる、そういった原動力になってくれたらな。